だ。なぜ当たらねえ。この化け物が。助け、殺さないでくれ。俺は本当は戦いたくなかったんだ。五体操のタイミングじゃねえか。遊びが過ぎたようだな、ベルガー。この男、口がすでに塞がり始めている。バカな、そんなことが可能な人間がいるものか。人間ならな。まさかあれだというのか。結論を出すにはまだ早い。それじゃあやはりミナギ君は捕まってる可能性が高いと。端的に言ってそうだ。保安部のトレースで大まかな移動先は判明したが、その後反応が消滅しておる。それはまだわからん。電波が届かない場所に閉じ込められたか、発信機を処分されたか。課長、だったら私が行って確かめてきます。その必要はない。保安部に出動を要請しているところだ。だって手続きで時間かかって明日になっちゃうじゃないですか。私の権限ではそれ以上のことはできんのだ。そんなことを考えてはおるまいな。いえ。くれぐれも早まった行動を取るんではないぞ。分かってます。
いい球じゃねえ。我らが教団へようこそとだけ言っておこうか。あれに見覚えがないか。間近まで育った女だ。部下に成功すれば力も制御できるようになる。教団の貴重な戦力になるのさ。そりゃゴミだな。ゴミは廃棄処分だ。ということはそれだけか。この場所を見て何も思い出すことはないのか。適合したのか。片付けろ。ちぇ、ここまで順調に育ってきたサンプルだったのにな。肝心なとこでポシャリやがって。
報告をしないわけにはいかねえか。若造、てめえの面倒は後できっちり見てやる。それまでおとなしくしてるんだな。よかった、無事だったんだね。10杯で返すように。クロスミ川下流の遺跡地帯だよ。地下の厚い岩盤の下だから発信機も通じなくなってたよ。その前に、はい、これ。ちゃんと拾ってきたんだよ。なんのなんの。
何何？
行け。